JR 京都伊勢丹 JR 大阪三越伊勢丹株式会社 JR 西日本伊勢丹は西日本旅客鉄道と三越伊勢丹ホールディングスの合弁会社で京都府で百貨店を運営する企業1990年平安線と1200年事業の JR 京都駅の改築プロジェクトに際し JR 西日本グループと伊勢丹との合弁会社として設立された 資本金120億円。当初は伊勢丹が33.3%出資。伊勢丹と三越と経営統合からは、三越伊勢丹ホールディングス40%出資の持分法適用会社となったが、西日本旅客鉄道の連結子会社でもある。西日本に伊勢丹が初めて出店するということで1997年に万を持たして開業した J この煽りを受けた格好となった近鉄京都店。京都市の中心地にあった市場河原町阪急は閉店に追い込まれた。コンセプトは毎日が新しい。ファッションの JR 京都伊勢丹都市、衣、食、住、優すべてをファッションとして捉え、新しいライフスタイルの提案を行う、見やすく買いやすい百貨店づくりを目指した。また、 百貨店として、初めての駅中ビジネスとして、JR 京都駅構内に、すばこ JR 京都伊勢丹も開設した。大阪の出店においては、当初、三越が2005年に閉店した、大阪店の代替として単独で出店する計画だったが、三越と伊勢丹が経営統合したため、JR 西日本伊勢丹出店に変更された。しかし、JR 大阪三越伊勢丹が、 売上目標を大きく下回ったため、2012年4から12月決算に際し、94億円の債務超過に陥った。JR 西日本グループの中期経営計画では、同店の売り場を大幅に見直し、一部を専門店化する等が検討されて、JR 京都伊勢丹と比較し、不審の同店は5万平方メートルから半分程度に縮小する再検索を発表。 店名変更後 JR 西日本 SC 開発の新しい商業施設として運営する経営方針になった。2014年7月に10階と地下2階以外のフロアが閉店した。2015年4月、建物自体がルクア1100としてファッションビルにリニューアルするのに伴い、ロゴセレクト感を強調した小文字に変更し、8つの 伊勢丹ショップとして新たに入居する形となった。これにより、三越の入った、JR 大阪三越伊勢丹の名称は消滅した。百貨店 ABCDE 流通会社年間2003年版、日本経済新聞社、PP36ABCDEF 株式会社、JR 西日本伊勢丹第29期決算広告、新商権益と、周辺、集客に、 明暗京都駅ビル開業5年京都新聞マイナビ2013年3月31日。サンキビス2013.1。3021時35分。ハット MSN ニュース2013.3。13。大阪では受けなかった。名門。三越伊勢丹目標見立つなら、撤退も、現実味。サンキービズ2014年1月22日。 ルクアイイレで最長線梅田の三越伊勢丹、排水の衣替え。朝日新聞、pu 館一1、https、www.westjr.co.jp スラッシュプレススラッシュアーティクルスラッシュ2018スラッシュ1 a スラッシュページ13276。htmljr 京都伊勢丹地下1階。食品フロア12月5日。 増殖リモデルオープン JR 西日本2019年1月11日閲覧ありがとうございます。